岡ヤフオクドームです。福岡ソフトバンクホークス対広島東洋カープのゲームです。解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。小宮山さん、ご自身のプロ初先発のマウンドというのはいかがですか？まずはホークスの先発、フォーツ、ヤフオクドームのマウンドに上がります。相手がルーキーですから、当然負けるわけにはいかないというプライドがあるでしょう。ホークスに選手の交代がありました。小宮山さん、ズバリ打者を打ち取る確率を上げるためにはどのような攻め方をすればいいんですか？まあ、ある程度そのデータがあるでしょうから、バッターの苦手なところを徹底的に攻めることでしょうかね。弱点をつくことができるんでしょうか？これは大きくバットが回りました。これが2球目、インサイドに落ちました。これはセカンドライナー。バッターは2番に入っている野間。大津、まずは先頭バッターを打ち取っています。際どいコースに送ってストライク。高めの球、ストライクになります。ノーボール、ツーストライク。打ちました。これはどうだ、破りました。センター前、ワンアウトランナー一塁です。さあ、一塁には先制のランナー、バッターボックスには菊池、そして一塁ランナーは野間。ここは走ってくることも想定しておかないといけませんね。どう動いてくるでしょうか。インコース空振り。ここはゲッツを取りたい場面ですよね。そうですか。さあ、バッテリーどう組み立ててくるのか。投球がいいキャッチャーなんで、ランナーは慎重になってると思いますね。なるほど、そうですね。さあ、勝負してくるのか。高め打ちました。さあ、どうだ、ワンバウンドヒットになりました。フォークスピンチになりました。ランナー三塁一塁となりました。バッターは4番小園。フォークス連続安打でランナーを背負っています。ちょっと連打を浴びてるんでね、ここは踏ん張りどころですね。はい、さあ、ここをしのぎ切れるでしょうか。さあ、一打出れば先制という場面。三振を取りたい場面ですよね、ここは。そうですね。このランナーをどう生かしてくるんでしょうか。気になる攻撃です。ランナースタート。キャッチャー送球して盗塁成功。これでワンヒットに出る可能性も出てきましたよね。高めのボール、レフトへ打球伸びる。さあ、バックホームするか。タッチアップ、サードランナーホームイン。カープ1点を先制しました。犠牲フライを決めてきました。1対0、ホークスなおもピンチです。ご覧いただきましょう。先制点は犠牲フライで奪われてしまいました。もう少し厳しいコースに投げ込みたかったですよね。犠牲フライで先制点を取られています。さあ、そしてバッターボックスには末永が入ります。
先制です。里崎さん、初回の攻撃、特に大事な点はどのあたりでしょうか。まあそうですね、1番バッターが塁に出ると最高ですけど、最低でも相手投手に多くの球を投げさせたいですよね。はい、そのあたり粘りというのも大事になってきそうです。カープマウンドに上がるのは先発の玉村、どう抑え込んでいくのか注目です。バッターは佐藤。さあカープはルーキーが登板ということになります。さあそのルーキーをホークス打線がどう打ち崩していくか非常に楽しみです。最初は変化球できました。ボールになります。外への変化球、さあ3球目は何か。インサイド落ちました。これはどうか、ピッチャーが取る、アウト、ワンアウトです。バッターは2番に入っている今宮、まずはワンアウトを取っています。先発ピッチャー玉村、そしてキャッチャーは石原。このバッテリーをホークス打線がどう攻略していくか。初球ボール、さあ2球目は何か。低め外れました。ボール先行です。いいところへ決まります。さあ4球目は何か。高めのボール打ちました。弾き返した打球は右中間へ、ライト掴んで2アウト。バッターボックス栗原、2アウトになっています。インサイド落ちました。矢野掴んで3アウトです。反撃したいホークスでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1回終わりました。1対0、1点リードはカープです。2回になります。カープの攻撃、バッターは DH うぐさ。ホークス1点ビハインドで迎える2回です。さあ小宮山さん、まずは先頭バッターですよね。自分で今の状態分かってると思うんですね。あとはどう修正するかですよね。そうですね。さあ引っ張った、この当たりはどうか、ライトが取りました。ワンアウトです。バッターは7番に入っている林、大津。まずは先頭バッターを打ち取っています。初球から行きました。引っ張った、打球はライトへ、ライトが取りました。2アウトです。バッターボックスは8番矢野、2アウトになっています。最初は変化球できました。ボールになります。インコースに持っていきました。
ライダーでしょうか、縦の変化球、ワンボールツーストライクと追い込みました。引っ張った、取りました。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回カープ三者凡退です。1対0カープが1点をリードしています。ゲームはこれから2回の裏に入ります。さあホークス、この回は4番から始まります。山川が打席に入ります。ホークス1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。高めのボール、ファールグラウンドへのフライです。石原が抑えています。ワンアウト、バッターは5番近藤。まずはワンアウトを取っています。最初は変化球できました。次が2球目、空振りになります。あっという間に2ストライクです。打ちました。これはどうだ、ショートの横抜けた、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは6番中村。ソフトバンク同点のランナーが出ています。さあ初球は何か、まずはアウトコース、スルスルっと逃げていくいいボールでしたね。はい、同じ球を続けてみても面白そうですね。なるほど、そうですか。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですか。さあバッテリーどうか、バッターライトへ打球伸びる、ライト掴んで2アウト。バッターは7番に入っている広瀬、2アウトになっています。初球は何で来るか、最初はボール、バッター有利なカウントになりました。ファウルになります。次の球もストレートはありですね。なるほど、さあどう来るか。これでフルカウント、次が勝負の1球になります。甘くならないように投げてほしいですね。そうですね。さあしっかりコントロールできるか。これもファウル、外れてフォアボール、ツーアウトながら一塁二塁、長打で一塁ランナー帰れば一気に逆転というケースになりました。さあ貴重なランナーが出ました。ここは大事に攻めていきたいところ。ファウルです。低めのいいところにチェンジアップが決まります。すぐに追い込みました。次が3球目、インサイド打った、抑えた、そのまま入って2塁アウト、これで3アウト。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。ホークス2者残塁です。ため息に包まれたヤフオクドーム、2回の裏1対0カープが1点をリードしています。3回の表、
小宮山さん、立ち上がりに攻められてしまいましたがいかがですか。いやもうとにかく無駄な走者を出さないことですよね。この1点に尽きると思います。そうですよね。この後のピッチングに期待しましょう。まず何を投げてくるか。高め打ちました。切れていきます。ファウル。打ちました。右中間に上がった。ここは打ち上げています。これは平凡なセンターフライ。佐藤抑えてワンアウト。